墓地に行ったブリ金魚、大体呼吸としての餌にされる龍です。さあ本日なんですが、新しい新パックに登場した最強モンスターブリ金魚をね使っていきましょう。ブリ金魚というモンスター皆さんご存知ですか？このモンスターですね、召喚に成功しただけでなんと手札からレベル4のモンスターを一体特殊召喚できるという最強のモンスターでございます。このモンスターなんですが、昔の、デッキね、ガジェットとか結構組み合わせて、ブリキガジェみたいなデッキで使われていたんですが、特殊召喚に成功した時にそのアドバンテージをね、稼げるモンスターと合わせると相性がいいんですが、今回はですね、このね、アンティークギアワイバーンっていうね、このモンスターと組み合わせまして、これ特殊召喚に成功した、場合にアンティークギア持ってこれるんでね、こういうカードを採用しまして、なかなか制圧力の高い、デッキとなっております。これね、ブリ金魚でワイバーンを特殊召喚して、でワイバーン効果でボックス持ってきて、で、ボックス効果でギアギアングラー持ってきて、で、2体でエクシーズ召喚してギアギアントして、でギアギアントでフレイ持ってくるとバカみたいなアドバンテージになるんですよね。ってことはなんか3枚くらい増えるんですよ。すげえ強くて、この動きをやっていきたいというふうに思っています。まあ、ブリ金魚適当になんかレベル4だったら何でもいいんで、別にこの辺でのモンスターだったら何でもいいんですけどね。はい。で、手札が増えるということは、手札コストを使う強いトラップカードが積めるということなんですよ。で、デュエルリンクスは何が強いかっていうと、毎回言ってるようにトラップカードが非常に強いと。OCG では手札誘発が、みんないっぱい積むように、デュエルリンクスの手札誘発はもう実質的にそのサンダーブレイクとかそのインガー生産とかもデモンチェーンとかそこの人が、こういうカードがもう手札誘発みたいなもんなんですね。だから、このカードをガン積みできると。で、さらに狡猾アドシャナも積んで、終わらない罠時刻で、もう狡猾を2回連打するとか、いうこともできると。これはなかなかいいデッキですね。はい。エクシーズモンスターが弱っ。エクシーズモンスターがちょっと可愛い効果をしているので、なので、エクシーズモンスターで相手の、強いモンスターを倒すことは、基本的にできないんですね。基本的にできないんですよ。エクシーズモンスターで相手のモンスターを突破するということは、できないんですよ。なので、トラップカードを茶番多くてすいません。サンダーブレイクとか因果切断で、相手のモンスターを処理していくといった感じの構築となっております。早速ですね、バクアドデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。ブリ金魚ってさ、ちなみになんだけどさ、なんか貯金魚、ゆう貯金魚みたいなやついたけど、あれに似てるよな。デュエルなるほどね。はい、これも一枚初動がないからな。ギアギアングラーぐらいか。ギアギアングラーか、フレームもアンチあるか。それかブリ金魚はマジでどうでもいいから、ワイバーンとか引きたいね。ここね、トップワイバーンとかを引きたい。さあ相手のデッキなんでしょうね。バランス、ブラックマジシャン、トラミッド、何でもありますが、さあセットはい承認落としますか。落としましょう。槍ですか。槍ない。槍がない。 OK、 これ落としといたら大丈夫っていうね。カラクリは落としといたら大丈夫。とりあえず埋めまくって遅延しよう。そこらしいめっちゃ引いて遅延しよう。オッケー。ドロー。ブリキンギョ、いいでしょう。サンダーブレイクはまだいいですね。ということでエンドして、相手何持ってきた？こう2にしね。オッケー。2にしオッケーです。2にしオッケー。で、お次は、盤面2回埋めれば勝ち？トリシュール入ってたらワンチャン解除されますけどね。さあ、底なしで陰キャしていく。それはいいです。で、カラクリクラ。クラで2。これ、陰節打っちゃっていいんじゃない？これでさ、陰節打ったらさ、確か相手サーチ入んないよね、これ。表示形式変更できないからみたいな。これで、ペッてやって、あら、サーチ入んのこれ。サーチ入んだっけこれ。あ、入るんだ。レベル変更。あ、別に変更できないでもサーチは入んのね。なるほど。まあ、ええわ。で、これで次、そこの足落とし穴引いてくるんで俺。
終わらない罠地獄をして、終わらない罠地獄をしていく。あーちょっと一回先にギアギアングラー召喚効果なんかあるね。相手も罠なんかある。さああとはこのトラップカードの応酬が始まるだけです。トラップカード応酬が始まるだけですよ。さあとりあえずギアギアクセルを特殊召喚していく。で、こうして、はい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 、でここでバックワードを稼いで1回で、これ攻撃宣言できないんでね、このモンスター。まあ別に埋めてるんで別にどっちもいいですけど。さあなんかインガ切断とかサンダーブレードそっち系ですかね。デモンズチェーンとか、あインガ切断 OK です。インガ切断は OK で、ここで、一応ブリキンギ温存できたんでワンチャンありますね。これはギアギアングラーから入ってよかった、了解。でスキル発動で終わらない、そこらしい。あ陰節か、 OK。 まあ悪くない、しょうがない。でセットエンド、さあ耐えていけ。さあこれが今のデュエルリンクス、何が面白いんだこのデュエル、一体何が面白いんだ。この罠で埋め尽くして、なんか相手の動きをひたすらに埋めていくという作業、何が面白いんだ。隕石は相手のリソース使わせてからでいいんじゃないか。リソース使わせよ、サーチも入れさせよ、もういいわ。いやもうね、俺ねこういうデュエルしたくないんだよね。もうでもねギアギアってねこれしちゃって弱いんだよ。クナムさん、えマジ、あ2000ビートってことかな、2000ビートすんのかな、あ解除すんのかな、それかあのあれであいつで、バトルフェイズか、なるほど。これ入ってないのかな、これ受けるか、トリシューラ、トリシューラで解除はないってことは、これだからあと俺機械族引ければワンチャンあるんですよ。引くんですよね、引くんですよ、俺引くんすよ。でブリキンギョ効果特殊召喚効果、ボックス効果ギアギアングラー OK、 手札増えた OK、 ゴリゴリ増えますよ手札。オッケー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 。で次マシンナーズだね、マシンナーズで、これでギアギガント出して、ギアギガント出してこことここでギアギガント出して、オッケーオッケー。でギアギガント効果、素材1個取り除いてデッキから、これフレームだな、これフレームだ、フレーム持ってきてデモンチェーンといいのセザンいける。バトルフェイズでどっち殴ればいいかっていうと、多分こっちの方がめんどくさいから、あでも2300ダメージ入れられるのか、いやあそんなの後でいいな、こうだな、ここぶん殴っていく、はい OK でエンド。いや多分ねこれね妨害できる、アドバンテージ相当稼いだと思うこれ。いや辛いっしょこれ、結構相手もコズミックはいい、1枚はいい、1枚抜かしてやる。陰節か、陰節だったら打ってもいいな、陰節やったら打ってもいい、陰が切断打って、いやだってあいつもう小町いないでしょ、小町いなかったら結構もうこれやられたらきついんじゃない。陰節打ってペッてやって、で相手あいつしかないもんな、あの何やっけ、承認あるとしたら、承認召喚、これ承認召喚成功時の効果止めて、もし手札がクナムザンだった場合結構やばいから、これでも止めてもいいかもしんないな、ここまだ早いか、出してくる効果止めてもいいな、出してくる効果クナムザン持ってこさせて、クナムザン持ってこさせて、クナムザン出てきて7シンクロしたところで止めればいいか、一応ちょっと保険かけよう、ハタゴクラか、なるほど、ハタゴ持ってきて、手札1枚ハタゴ、もう1枚が、ガマ油ね、オッケー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 、了解、はいはい。でもそれシンクロできなくね、それシンクロできなくね、
それシンクロできなくね、それそれシンクロできないのでは。何をしてんだこの人は。で、旗オクラはセットか。まあいいか、それだったら別にいいわ。クナム、これか、これの打点を上げていくみたいな感じか。クナムザンの打点を、いや多分大丈夫、あのマシンガンズギアクレームさんいるから。言うて次のターン、2500打点のやつ出てこれるし。よしよっしゃ、陰キャ対決勝利いや通報はしないですよ、ブロックを押したわけです。通報はさすがにちょっと犯罪者なんで、ブロックを押したわけです。普通にマジシャンズロット召喚、はい、よろしい、よろしいでしょう、それはよろしい。恐ろしく、いや通報はしないです、ブロックを押したわけです。通報はやめましょう、迷惑かかるんで人に。ブロックをするのは自由なんで、はい、ジンはいいです。通報するのはやめましょうね。なんだろう、その人何もしないですから、悪いことは何にもしないですよ。その人は何の悪いこと、ただ遊戯王を楽しんでるだけ。自分が気に入らなければ自分がブロックをすればいいだけなんですよ。まあ、特に、ね、あのブロックしたところで、あのあれですけどね、あのランク戦当たりますよね、普通にブロック機能何の意味もないんだよあれ。ブロック機能ね、何ら意味ないんですよあれ、何ら。これ狡猾と底なしで分からせるしかないか。セットセット意味ないな。ターンしろか。恐ろしく速いブロック、俺じゃなきゃ見逃してたね。くさくさー出てきて、効果取って、はい、OK です。で、ジンの効果で除外、はい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 、OK です。どこを、で、効果打つ、ロットだけ除外したったらええので、こうすかねー。こうすかね、こうなんじゃないですかね。これバゴーン高いと、はい、オッケーです。これいいんじゃないですかね。は？ふざけんなこいつふざけんなこいつ、ふざけんなよこいつ。そこなし、近接デモンズチェーン捨てて、ブラックマジシャンを除外したったらいいのか。こうでいいのか、これ耐え。で次が終わらない罠地獄入る、ロット召喚やめて。ロット召喚だけマジで負け筋、ロット召喚マジで負け筋。よっけ、耐えた、頼む、ちょマジでモンスター引いてくれ頼む。なんだこれ、チェーンイルジョマジックか、なんだろう、チェーンあるな。ドロー、ギアギアングラー、アングラーあるね。アングラー召喚、いいえ、でこうで、こうだね。クロス、いやこれ魂見せるしかないよ、もう魂見せるしかない。で相手の守備が2500ということを覚えておきましょう。でだ、こうして、これもうフレームなんじゃね、フレームっぽいな。墓地落ちてる、なんだ、隣接デモンチェーン底なし落としやな。あ、さっき回収してから考えばよかったな。まあいいや、こうしてで回収して、オッケー、底なしね、了解、悪くはないね、悪くはない。でセット、バトルで、ここぶん殴ってで、エンド、耐えろハゲ、頑張れ。ナビゲート2回打たれて勝ったら伝説だぞ、ナビゲート2回打たれて勝ったら伝説、かなり。エンド OK です。
ただ相手2500の守備って結構サンダーブレイク最強、サンダーブレイキング最強で、こうしてで、これはですね、ボックスですね、ボックスで、ボックス効果、お茶吹きましたお茶吹きました笑う。で、マシンガーズフレーム召喚効果フォートレス、まだ取っ払きないんですよね。まだフォートレス出すのだから早いですね、多分。こうしてフォートレス出すのまだいいな。で、これでエンドか。出しておく必要あるか、出しておく必要ねえよな、あいつ守備だから出しておく必要ない。ここエンドだ、出た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 。で、相手なんかセット OK、 セットで何もできないっていう選択肢でしょこれ。言うて何もできない相手、多分言うて何もできない。エンド OK、 エンド OK です、エンド OK です。で、はい、了解です。ダイヤウルフ出していいか、ダイヤウルフ、ダイヤウルフ行こうか。で、こうしてダイヤウルフでバック割りに行こう。ダイヤウルフだ、ダイヤウルフ、ダイヤウルフ、ダイヤ、はい。で、今セットした方か、だからこれでダイヤ効果でフレームで自身と今セットした方、これ何、これで、これが何ですか。ナビゲート、はい、オッケー。ナビゲート全部使ったんじゃないで、多分ナビゲート3も落ちた、オッケー。でフォートレス効果でフォートレスと水、いや、ボックスだな、ボックス切って特殊で、バトルフェーズ殴る、攻撃宣言時何もないバトルステップ、サンブレー、おらおらおらね、なんだ、ハモギャー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 ギャでもナビゲートないからもう出せないから、多分相手魔導陣、オッケー、魔導陣はいい、魔導陣はもういいしょうがない、魔導陣はしゃあない。でもブラックマシャー多分出せないと思うんだよね、多分ナビゲートないでしょ、だから多分ロットくらいしかないと思うんだよね、回答ロットしかない、多分ロットしかない、オッケー、頼むマジで頼む、バカたりバカチン、何してんだハゲ、何してんだハゲ、魂見せろ、何してんだハゲ、落とし穴発動。オッケー。まだ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 切る、まだ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 あるよ、まだ全然あるよ、まだあるよ、まだあるよ、いいねいいね、一応セットする、待って、ボックス何枚あるの、ボックス、ボックスまだある、あ、ボックスまだある、一応セットしとこうか、セットしといて、でワイバーン召喚で、召喚成功時効果ボックス持ってきて、アングラーはいる、アングラーいない、アングラーいる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 、で、フォートレス効果、フォートレスとボックス捨てて特殊召喚バトル、よーし、いやー、これやっぱこのモンスターおかしいよ、このモンスターおかしいと思うわ俺。水あんの、水、水あるんすか、水、水あるんすか、もう何回見ればいいんだよ。水属性が墓地に行ってしまった、呼吸トスを、呼吸トスを召喚魔術で融合召喚されていく対戦、ありがとうございました、やっ